さあ、来ましたね。これでいいかな。はい、来ました。はい。さあ、今日は何人見てくれるかな。今日はですね、一人でやっていきたいなと思っております。効果音がなかなかね、秀逸な効果音ですね、これね。ブーとか言ってますけど。今日ですね、ちょっとチープな放送ということですね。どっちかというとこう暗いですね、局長もね。暗いですね。さあ、閲覧数1ということですね。皆さん見ていただいて、皆さんありがとうございます。多分身内な感じだと思ってますけどもねさあ、見ていただいてますからね、これね、どんどん、お、2人に増えましたね、今日は早坂1人でやりますから、皆さんもしね、聞いていただければなと思います。早くドラ君、ドラ君、音をください。今日も、今日はですね、いつもお送りする大橋智樹くんがですね、風邪ひいてしまいましてですね、急遽一人でやる感じに、なってしまったわけですよ。これ流れているんですね。さあ、今日の BGM はマビノギの曲を流しますけどもね、今日のお相手、ちょっと一人増えますんでね、うちの従業員一人増やしますからね、ドラ君です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ドラ君ありがとう。今日はちょっと今なんか電波不足ということで、ね、なかなか音が遅延してるかな、もしかしたらね、遅延してないかな、大丈夫かな。まあ、そんな感じでね、毎週、この時間帯ですね、ペペサラジオを開催しております。本日第8回目のペペサラジオ、皆様にお届けいたします。今日のハッタリ手は早坂とです。ドラちゃんですって言わないの、そこ。言わないです。言わない、はい、ドラちゃんありがとうございます。ドラちゃんはですね、ペペソカフェ始まって一部二部構成になっておりまして、まず、10時から18時の一部の時にですね、ベース422という名前に名前が変わりまして、タイムズ会員とかワンデー会員とか時間によってお金をいただく、そこの場所で、空間で楽しんでいただくというような、会員制になっております。そしてですね、ただいまの時間19時から24時までの時間帯、ペペソカフェ営業時間となっておりまして、20円500円とかかりまして、飲み物が半額、食べ物はそのままの価格になるんですけども、そういうような形で、なっておりますので、ね、皆さんぜひ、ペペソカフェ並びに、ベース422ですね、この話するの今回初めてかなと思いますけども、ベース422もぜひ、ご利用いただければなと思います。基本的には月曜日と火曜日が定休日となっておりますのでね、皆さんぜひ、今見えるかな、これですね、ベース4人に10時から18時火曜日、月曜日火曜日休みで、まずですね、タイムズ会員、こちらですね、ちょこっと時間待ち合わせするときとかですね、来ていただければ、さくやさんこんばんは、よろしくお願いいたします。続きましょう、ワンデー会員1日、1500円、そして月会員15000円、そしてプレミアム会員30000円、こちらをですね、フライヤーとか名刺データを、全部こちらの方で無料で作らせていただくような企画になっております。またですね、会社さんで登録していただくと、イメージ動画75000円が 50% オフ、約4万円になりますということですね、大変お得なプランになっております。またですね、ただいまの時間、ペペソカフェの営業時間見づらいですね、19時から24時までの時間、予約がある場合は27時まで延長可能ということでやらせていただいております。まあ、そんな感じですね、今日は携帯で、お送りしておりますので、店内の方をぐるーっと見ていただきましょうか。まずですね、手前側にパソコンがありまして、前にはですね、皆さんが、楽しんで、書いていただく黒板がありまして、ダーツ店長がいまして、客席があって、こっちにカウンターがございます。本日もですね、イケメン、タロット占い師の大慶さんが来ております。ありがとうございます。あ、生で顔出してくれて手振ってくれましたよ。これはキュンキュンですね、皆さん。そしてですね、端の方にはですね、今日もう8時から始まっているんですけども、12時までですね、
ハンドマッサージ15分だっけ ?15 分で500円だったっけ、うん、?15 分で500円でやっていただけるということですね。今日は何種類の、匂いを持ってきていただいてますか？今日はね、9種類やります。9種類やります。9種類ですね。もうブルーベリーじゃないですね、ストロベリーとか、なんかラベンダーとかローズとか、いろいろありますね。特別なやつもあります。特別なやつも、それなんだ。これね、手がちょっと、キラキラ成分が入ってまして、塗ると手が若干キラキラします。お、手がキラキラするやつですね。そう、ちょっと上がります。そんなのもありありのですね、今日は15分間で500円でやらせていただく。いただいてます。はい、よろしくお願いいたします。またですね、大圭さんの、今日の占いも20分500円でやらせていただいておりますからね、ワンコインで皆さん楽しんでいただけるペペソカフェでございます。さあ、なかなかね、一人でやるとこう持つか持たないかみたいなね、そんな感じですけども、ただいま4人の方が見ていただいております。ありがとうございます。ドラ君、そろそろちょっと尽きてきたので、ドラ君なんかちょっとお話ししていきましょうよ。なかなかですね、いろんなネタがありますけどもね、大体こうペペソカフェの話とかしてきてるのでね、なかなかこう難しいんですよ、これから輪を広げるとかね、いうのはね。ドラ君がペペソカフェに来て一番つらかったことは何ですか？つらかったこと、うん、辛いことしかないですよね。やはりね、今勉強期間ですからね、辛いことしかないですよね。楽しいことが見つからないに等しいですよ。じゃあちょっと逆にね、楽しいことをさ、こう楽しかったなって思うことってありましたか？楽しかったこと、そうそうそう、この知り合いが増えた。お、知り合いが増えた。知り合いが増えましたね。それ一番いいんですよね。そうですね、うん、いや、うちはですね、どっちかというと会員制みたいな感じでですね、連れてくるよみたいな、誰かこう連れてきた人たちが仲良くなる的なね、的なね、的なね、そう、一元さんお断りまではいかないですが、まあ、そのような感じになってしまいましたね、この1年間ですね。そうですね、うん、まあ、そんな感じでね、誰かに連れてきてもらって、あ、楽しいなって思っていただくような、そんなカフェにしていきたいなと、思っておりますのでね。またですね、この冬にアイス食べれるとこってなかなかないと思うんですよ。寒いのにアイス食べれますからね、うちね。しかもね、女性の大好きなごまアイス、こちらご用意しております。350円ですね。って今隣から、餃子から今ね、餃子とその隣の綺麗なお姉さんからもって言ってましたけど、やっぱり女性からはですね、ごまいいんですね。ドラ君、ごま好きですか？ごま好きです。ドラ君のドラはドラ焼きのドラですか？ドラゴンです。あ、違うの？ドラゴンです。ドラえもんのドラじゃないの？ドラゴン竜。俺だからと思ってベース4人にドラえもんの色にしたんだけど、青に、うん、そう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 、まあ、青竜だからね。ああ、そういう感じですね。まあ、咲夜さん聞いてくれてるんですかね、今回はね、ありがとうございます。今5名の方見ていただいております。いつもより少し少ないですけどもね、まあね、今日一人ですからね。もっくんの演奏もなしということで、今日はドラ君が歌ってくれるということでね、ちょっと期待してますけどね。ありがとうございます。アップルパイ食べながら聞いてますって。いや、いいですね、アップルパイ食べたいですね。持ってきてもらいましょう。いやいやいや、大ヒルじゃないでしょ、彼女。分かんないです。確かね、大ヒルじゃなかったはずなんでね。これ1127だってことはあれですね、うちの嫁と同じ誕生日かな、もしかしたらね。まあ、そんなバンチかもしれないです。あ、バンチかもしれないね。ベースの、ああ、そういうことね、4人に的な感じね。いや、いいですね。まあ、今日はですね、ゆったりとこんな感じで、語りながら、そしてリプライ今回ね、結構早く返せると思います。見ながら、お話しさせていただいてますからね。まあ、ツイッター見ていただいてる方、僕もね、最近こう8年越しなんですけども、ツイッターをやろうかと思っているわけなんです。ずっとね、ツイッターをないがしろにしてきていたんですよね。ツイッターよりもどっちかというとフェイスブック、お、1127なら、うちの旦那との記念です。結婚されてるんですね、これね。いいっすね。トラ君、なんかこうお付き合いとかそういうお話はないんですか、最近？
触れないでください。そこはそこは触れないでくださいなわけですね。いや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 。ノータッチお願いします。あのそこはノータッチですね。まあ、まずはあのドラッグのドラをドラゴンのドラじゃない、あ違う、ドラえもんのドラではないってことですね。うん、なんでドラゴンなんですか。小学校の時につけた名前で、うん、まあ、ドラゴンが好きだったわけですよ、子供ながら。龍がね、龍がね、うん、でもなんか龍だと、うん、味気ないかなと、うん、ドラゴンにしよう、うん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 、なんかドラゴンのままを使うと、うん、ここで微妙なので、うん、ドラにしよう。そういうことですね。はい、さくらさんから来ました。コーヒーは父ちゃんのおすすめの豆を引いて飲んでます。はい、なんかおすすめの豆を紹介したんですか。うん、ストロング系の苦いコーヒーが好きな人。ストロング系のストロング系の長いコーヒーって何？苦いコーヒーですね。いいですね。おすすめ。いいですね。父ちゃんおすすめ。これぜひ今度ね、あのレビューかなんかしていただければ嬉しいなと思いますけどね。あのツイッター上でですね。ツイッターってね、写真上げるべきなもんなの？俺いつも結構さ、フェイスブック並みに写真上げるんだけどさ、どうなの？ツイッター歴何十年の人としてはさ、写真ってどんな写真ですか？いや顔写真じゃない。あの今日ならね、俺牛トロフレークのね写真とかさ、あの豆苗の写真とか載っけたんだけどね。いいと思います。そういうのはいいのかな。なんかもともとさ、写真載っけても写んなかったじゃん、あの反映されなかったじゃん、 URL だけでね。最近はちゃんと写るようになったんで、これは載っけていいんだろうかと、まあそう思ったわけですけど。いいんですね、あれはね。見ますか。勝手に目に入ります。ああそういうことですね。あのタイムライン的な感じですね。ですね、本当にね、フェイスブックばっかりやってるから、LINE じゃないや、ツイッターってなかなかね、見なかったんですけど、最近ね、ペペソカフェってカタカナで調べると、結構皆さんね、投稿してくれてるんですよ。それが嬉しくてですね、皆さんちょっと見させていただいているわけですよ。いや、嬉しいですね、なんかそんな話もあってですね。はい、さくやさん、酸味があるのがあんまり好きじゃないので。いや、酸味、僕もそうなんですよ。あのうち の当店のですね、豆はドリームランドコーヒーさんっていう、ところから自家焙煎してもらってる、コーヒーなんですけども、この焙煎したコーヒーもですね、グアテマラをベースに使っているので、あまりこう苦味がない、ごめんなさい、苦味がないじゃないですね、あの酸味のない、あの甘いこう感じのね、甘い感じの、コーヒーになっておりましてですね、深入りのコーヒーですね。からうちも結構飲みやすいかなと、コーヒーにはすごく好評、評価高くもらっていただいてるんですね、うちも。まあ喫茶店っぽいなみたいな、全然そんな感じしないですけど、まあ喫茶店っぽいなって感じはしますけどね。どうですか、デラさん。僕ですか。だあなたしかいないじゃないですか。ここで僕ですか。そうですよ。俺結構口の中枯渇してきたんだよ、もう13分ぐらいやっててね。俺も無茶振りが多すぎて口の中がね、ピラピラになってるんですよ。これ俺カピカピになってます。マジか。お、これは言っていいのか。さくやさん1427、あ、1427は父ちゃんの息子さんの誕生日でもあるんですよ。そうなの。うちの嫁もそうなんですよ。あら。なんて偶然。なんて偶然なんでしょうね、これね。びっくりした。いや、この1127って本当にあのうちの嫁の誕生日なんで、なんか見覚えあるなと思ったんですけど、息子さんも1127なんですね。1127。あ、これは偶然ですね。びっくりした。すごいな、これは。その誕生日ちゃんと合ってます。え、誕生日ちゃんと合ってます。それもうあのフラグな感じでしょ。まあそういうネタがあったわけですね。誕生日が間違ってたっていう。誕生日が間違われる。それちょっと残念ですね。いやー、偶然すごいと思って今言ったのです。ありがとうございます、さくやさん。いやー、こういう偶然もあるわけですね。いや、ちょうどですね、うちの嫁のあの車の番号がですね、1127なんでね、よくこう朝目に入るわけですよ。だからこう1127と見ると、なんかそういうふうな気はするんですよね。いやー、偶然ってすごいですね。え、ドラちゃんどうしたの。はいはいはい、ドラちゃん海の声歌って。いや、歌ってよ。無茶ぶりが雑。そんなことない、いつもそうでしょ。うんうん、だいたいもっくんがいるからね、どうにかなるんだけど、今日もっくんいないからね。いつもより
荒めのパスだよね。あ、そう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 、結構キラーパス寄りの感じね。すごいですね、ありがとうございます。そうなんですよ、こういう偶然もあるわけですね。まあすごい今日暑いですね。せんな、暑くない？暑いっす。暑いよね、俺だけじゃないのこれね。トラックンイケメンですね、こうやって見るとね。どこから見ると、あ、今これドラッグしか映ってないんですよ。プライバシーの侵害です。なんで顔がバレちゃう。バレて悪いことありますか？こちら私が乗ったのです。あくまでないでしょう、基本的にね。この不細工さを出してしまうのは良くないと思うんですよ。よろしくないですかね。不細工すぎて良くないと思います。まあ不細工かどうかはですね、あの店に来ていただければね、あの一発は分かりますから。さあ結構活動的にはトラブルが多い。いやすごい、今隣ではシリアスな話をしてますけども ね、 活動的にはとか恋愛的にはとかいう話をしてますけどね。トラブルなんて単語も聞こえてるね。ちょこちょこ聞こえてくるからねこれね。ちょっともう汗だらだらなんだけども、こっちおっかなくてもそこさっき危ない単語だけ耳に入ってきますもんね。そうなんですよ、もういや、そんなちっちゃい声で言わなくてもいいですよ。そんなちっちゃい声で言うと変わらないですから、聞こえますからね。いや今日はなんか愉快な人たちがいっぱいいますね、今日ね。そうですね、そうですね、今日もね。珍しくでも今日8人、1、2、3、4、5、6、7、8人、8人ぐらいですよね、珍しいですね、水曜日なのに。みんな風邪ひいてんじゃないですか。いや結構ね、みんな風邪ひいてるよね、最近ね。周りだけじゃなくても結構ね、あの小学校幼稚園でもまだまだインフルエンザそして風邪流行ってますからね。気をつけてください。いやドラ君ね、うわうわうわ、まあ、ドラ君はですねここの住人に なったんですね。この地下に住んでるでしょ。住んでないです。あの夜とか来てドン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 ってやってもらうと、あのドラ君ちょっとびっくりして出てきちゃう。あんまりやらないであげてくださいね。でね、あのここの夜の怖いところはうちピンポーンっていうショー入るときあれいきなり鳴るから、うん、夜とか、ま、わや怖い。まだ経験ない。あのね、いやほんと当たるからね父ちゃんのって。そうだよな、当たりますよね。僕も結構当たったなと思う。ペペさんの先を占ってもらいましょう。ああそれね、あの1個事業が失敗するって言われた。ここかここか。不吉だねここか。あペペソの、うん、そうペペソのあの行く先っていうか今後どうしたらいいんですか的な話をまあ大家さんに占ってもらったんですよ。ここかペペソタンプレットしてではなくて、うん、ペペソとしてだから結局動画事業部、音楽事業部、そしてあのグラビア事業部、そして、飲食事業部2店舗、あとイベント4本、全部で 9個あるわけですよ。この中の1つって言ったらペペソカフェしかないじゃないですか。もうペペソもう潰れてますよね。もう半分ぐらい潰れてるのこれね。どうしよう。巻き返しほぼ不可。いやほんとね、立て直しができない。ほんとね、ピザのシャトー以上にこう傾いてる感じですね。ひどいよほんとに、うちの傾き具合。もうこんなの、スレスレ。もうほぼね、こんな感じ。もう88度ぐらい。その手一切カメラに映ってないですからね。こんな感じ。来た。開きました。梅から。倒壊寸前だ。そうだ、当たり前でしょ、そんなの。それがうちの、あれですからね。今回ね、ドラ君と一緒にね、うちの、予算決算を作っていたわけですけども、もうね、決算作った時にね、俺どんだけ死ぬかと思ったよね、あれね。売上月1万の時とかあるからね。これはもう、真顔になりましたね。ズルズル。ん？いや、ほんとね、俺もね、びっくりした。売上1万って何よ、みたいな。もう31日の、数値を入力してイコールのボタンを叩いて押した時に5桁って、おうよかったってなった時もあったでしょ。4桁から5桁に変わった時もね。そう、あーよかったーっつって。いやほんとね、うちやばいんだよね、経営がね、傾きすぎてるっていうね。
咲夜さん、家近かったら確実に常連になってる気がします。そんな気がしますもん、結構ね、これ聞いてくれてる方は大体常連になりそうな方ですからね。この間ですね、昨日かな、昨日僕ちょっとひょんなことでですね、体ぶっ壊しててですね、1週間お休みいただいてたんですけど、最後昨日なんですけど、なんか2ちゃんのまとめみたいの見てたらですね、ペペソカフェの記事が2ちゃんに載ってましてですね、内容がですね、お客さんがとっちらかってる店っていう風に書いてあってちょっとやばいかなこれ、確かにとっちらかってるなと思ってね、まあよくも書いたこの人と思いながらね。でもね、ちゃんとフォローアップしてありましたよ。もうクレープは美味しいって書いてあった。クレープということは、うちに来てくれたお客さんってことですよね。そうですね、うん、でもクレープは今、うん、クレープやってるよ。やってるんですか。やってるよ。泡立てる機械も買ったし、買ってもらったし、辰巳さんに。あ、どちらかってるよ。どちらかってるね、うちね。いやー、これなかなかでも店的にね、マスター以外がこっち側の、なんて言うんだろう、カウンター側にいるとこってないからね、基本的にね。いやー、これね、咲夜さん、父ちゃんと好きなところに似てるから、いやー、そうでしょうね。でもやっぱここ多分毎日常連になりそうな気しますね。まあ、梅、とっちらかってる、的確な表現だね。そう、とっちらかってるね。まあ、間違いないですよ。まあね、にちゃんに書き込みをする人がいたっていうのがなかなか面白いなと思いましてですね。いやー、有名になったな、うちも2ちゃんに乗るまでになったなと思って。やりましたね。しかもね、皆さん知ってますか、食べログは全部俺の自作自演ですから。クソじゃん。誰も書いてくれないから俺の自作自演ですからね。評価は 3.2 だからね。中途半端なことでしょ。自作自演。そうですよ、あれよく見てください。あれ糸田屋と僕の写真しか写ってないですからね、基本的に。まあそんなね、こう自作自演をしながらですね、うちのカフェやってるわけですよ。もうしょうもない。やりたいことしかやってない。もうやりたいことしかやってないね、これね。で、好きなめくり。いや、なかなかね、このコアな話をね、ラジオでしていいものかという話ですけどもね、うちはそういうところ結構大広げにするところですからね。食べログ信用できなくなる。もう完全食べログ信用できないですよ。でもね、あれですよ、僕が書き込みすると大丈夫ですみたいな感じでこう承認してくれるんですよ。きっと俺がね、食べログに書き込みすぎてるからね。あ、この人多分常連さんなんだなと思われて。マスターだからっすね。まあそんなこともありましたね。あ、まあちょっと食べログさんはね、ちょっとね、聞いてたら申し訳ないですけど、食べログさんの担当者の方はね、まあそんな風に自作自演してまで、やっているこのペペソカフェですけども、まあペペソカフェと調べてもらえればですね、大体上から18件目ぐらいまで僕の投稿ですから。ホームページ、ツイッター、フェイスブック、で、なんか、イベントページ、イベントページ、イベントページみたいな感じで、まあ、大体こう、うちで何のイベントがやってるかっていうのが一発で分かるわけですよ。まあ、うちね、イベントもいろんなイベントやってますから、まずはですね、今、隣にいる餃子もね、出てくれるね、ペペ音っていうね、ペペソカフェ主催の音楽イベントとか、またですね、ビギニングっていうくるみちゃんっていう方の可愛い子ですね、可愛い子が主催してくれてる、結構十勝でも有名だし、札幌でも有名な方来てくれたりしてますからね。またですね、4月30日渡辺さソシャルクラブさん来ます。渡辺さソシャルクラブさん、みんな知らないか、セイコーマートのね、曲になってる人なんですよ今。ヤスじゃなくてね、え、知らない、お前セイコーマートのしょ、セイコーマートにいるのにも知らない。俺セイコーマートにガンガン食べようとか言ってる。美味しく食べようって。そうそう。ヤス。ヤスいいやつだよね。ヤスめっちゃいい人だよね。あれ聞きすぎて。うん。なんか風呂で鼻歌歌っちゃう。いやわかる。しかもさ、あれさ、ガンガン食べよう、美味しくしっかり。美味しく食べよう。食べよう。なんかさ、うそ、悪化しみたいな、なんかあれ何なんだろうね、あれね、歌詞見たいっすよね、あれ生きてる悪化しって言ってるらしいよ。マジかみたいな。いやちょっとね、ヤスすげえなと思ったあの時。やっぱりセイコーマートといえばヤスって感じがしますよね。そうっす、うん、カツ丼と、そうカツ丼、あと最近ほらブギウギ専務もさ、最近カツ丼の CM 出てたりするじゃない、この 2,3 年。
ブギウギ専務もですね、僕の中学校の担任のいとこだったんですよね。遠い、結構遠いんですけど顔めっちゃそっくりなんだよね。誰ですか？その いとこ。そう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 、めっちゃ似てるの。すごいね、好きなんですよ。なんかかっこよくないですか？トータス松本みたいな感じで。え、なんかあのソウル感が良くないですか？あれぜひあのうちの店にも来てほしい。売れそうっす。うん、なんかこうトップモップモーターズだっけ、間違ってたら申し訳ないですけど、なんかね、それのボーカルやってますけども、いやすごいやっぱりこうソウル感満載でこううちの店に入ってきてほしいなと思うんですよね。あともう一人今年中に呼びたい人、ホリエモン。無理っすね。ダメか、ホリエモンは無理か。でもほら100キロ圏内にいるんだよ、俺らのいる100キロ圏内にいるんだよ。大気町の今ね、住民票をこっちに移したみたいなね。これはもしかしたらインディアン、この間だってほらインディアンに来てたでしょ。そうそうそう、この間あのどこだっけ、目黒のインディアンに来てたみたいなね。一軒しかないと言われてる。そうそうそう、一軒しかない、あの愛妻屋さんの隣にある一軒しかないインディアンに来てたみたいですよ。今度はこうペペソカフェに来たなんつったらもうこれやばくないですか。これ潰れますね。潰れ、完全に潰れるよこれ。完全に傾いてたらもうのぎ倒されるからね、足元から。違う、横からスパーンってやられてこうあーって横になる。父さん。いやこれは怖いですね。飛び火がマジで風評被害。いやほんとね、もう火災が起きましたぐらいのレベルだよね。父さん被害ひどすぎです。最悪だよね。いや俺ありえるんだよね。だからね、ここありますね。ここはある。しかも俺ほら8月に子供生まれるからさ、こう父さんになりかねないっていうね。それ東京オリンピックまで中に入っててもらったらいいんじゃないあ、東京、どういうこと。お腹の中に赤ちゃん、お腹に東京オリンピックを作る。お腹の中、東京オリンピックまで産まないで待っててもらったらいいんじゃない。うまくなる。あ、そういうことね。あ、ていうかあともう3分しかないんですよね。3分、皆さんもしコインいただければですね、あのコインいただければ嬉しいんですよね。なかったらもう一枠いきます。まあですね、こんな感じで汗かきかきながらね、あと3分27分間頑張って喋ってきましたけど、結構長いですね、一人二人で喋っていくとね。はい、気を使う。いやー、ペペソカフェも帯広からどっかに進出しますか。わっかない。いや、わっかないはダメでしょ。わっかないに進出したところでどうしようもない、多分余計父さんになる。うわ、なんか書き込みしようとしてるぞ。では、うん、熊本くまもん。そう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 。これは？ほぼ人形みたいな。あと残りが。嘘、そうなる？阿波踊り？親鳥？阿波踊り？親鳥？ちゃんかちゃんかできないじゃないですか。まあですね、あの我々はですね、よく。ちゃんか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 ちゃんみたいな感じですね。結構ラーメンズ好きなんですよ僕たち。ラーメンズ好きすぎてですね、もう ネタがもうね来るとね、もうそれに反応せざるを得なくなっちゃうんですよね。はい、いやいやいや、最近は一緒に住めるだけっていう。ラーメンズ知ってます。ラーメンズ知ってる。私めっちゃ大好きですよ。来ました、ラーメンズ大好き。餃子で来ました。あ、餃子が終わったってことでね、次餃子と話してみますか。じゃあ待ってください、またあと1分ぐらいありますから。大きい餃子とちっちゃい餃子になりますね。餃子は大盛りですね。餃子は大盛りですね。ね、あと30秒程度ですけども、次の枠はですね、久々にこう枠が2つに分かれてやりますね。なかなか皆さん、聞いていただいて嬉しいなと思いますけど、7人の方そのまま継続して見ていただけるんでしょうかね。いただけないです。いただけないですか。ないです。じゃあまあちょっとね、0分になったらもう一回こうちょっとピッてやって見てみて、7人来てなかったらこうやめましょう。やめましょうやめましょうか。
もうロクとかになってしまう。そうです。では次枠で皆さん、お、1名さあ1名来ましたよ。はい、4名来ました、4名来ました。はい、5名。あれ、これはもしかしてパソコンから拾っているんですね。あれ、これはもしかしてパソコンから拾っている。あ、こんばんは、来ました、さくやさん、ありがとうございます。すげえ、8人になった。増えたよ、増えた。どうしてどうして増えたの今。来ました、かわいいね、本当に餃子。私ですか。餃子かわいいね。私ですか。私しかやっつって。前の職場の後輩なんですね、彼女ですね。うん。ジョイフィ。やめてください。ちょっとつぶやっただけじゃないですか。やめてください。あ、7人に減った。今ので、はい、今のでちょっと減った。ありがとうございます。今目だけ隠れているんでね、ちょっと大島優子感は出てないですけどもね。ほんと、あ、来ました、餃子来ました、梅から餃子って来ましたよ。ありがとうございます。皆さん結構餃子知ってますね。やばい。ありがたい。いや、かわいいですね。もう目が隠れても餃子かわいいってわかりますかね。すごい、8人に増えた。やっぱり餃子効果出るね。ごめんね、俺じゃ効果出なくて。そんなことない。マイクをおい、じそう、俺が喋る。俺が喋って、餃子は多分ね、声が聞こえてるはずだから。餃子ちょっとじゃあ、ご挨拶してください。はい。え、なんて言えばいいんですか。え、普通。ちょっと待って、いいよ。はい。帯広の隣町、音更町出身の餃子です。餃子ですっておかしくない、あかねですじゃないの。21歳です。だって若いね。餃子の歌を歌って活動しています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。マジか、ドラ君と同い年なの。そうなんですか。え、もし、え、中学校どこ。八中。私、緑南中です。緑南ってどこにあるの。音更の十勝ヶ温泉行く途中。十勝ヶ温泉に行く途中。私22です。あ、同い年来た。来た、大傑作来た、拍手来たよ。パチ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 行きましたよ。はい、ありがとうございます。餃子の歌歌ってって、梅からギター今日持ってきた。ありますよ。ギター2本ありますよ。カポあります。カポあるよ。ニカポでしょ。ニカポ知ってんだ俺。結構マーライオン練習してるからね。あれ、カポどこやったっけ。あった、あるよこれ。もうね、うちのお父さんが使ってたやつだから、もう30年もののね、こうカポなんですか。レアですね。レアカポ。そう、これね、巻きつけるタイプのやつ。そう、来ました、コンティニューコイン。今来ました。今来ましたよ。あ、ね、向こう側多分使った方がいいと思う。来ました、これ。ワクワク。今日は珍しく女性シンガーがお越しいただいてるのでね、聞いてもらえると嬉しいなと思いますけど。そう、そこでピックあります。ピック、ピックどっかにあるかな。あ、ありました、ありがとうございます。おー、すごいすごい。よく、しかもそれさ、前津さんのやつじゃない、それ。じゃあ上村さん、前津さんのやつですね、それ。使ってあげてください。マジか。そう。みんな構えてなかった。うん。こうか。そう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 。ああ、すごい画期的ですね。画期的でしょ。そうでしょ。なる音。一回外して。あ、うんとね、中が、うん、それでもいい、そっちの方でもいい。こうか。そう。はーい。すごいね。それでもシャリーンってなる。ちょっと待ってよ。あ、わかりました。わかった。
多分奥にした方がいい。奥、あ、なりますね。今、前歯にニラついてますの曲だね、今のね。いや、それ、あの、オチ言わないでください。言っちゃって、ごめん、言っちゃった。言っちゃった。何でキャスですか。これ思いっきりキャスです。自分でちょキャスリツイートしていいですか。いいよ。リツイートしちゃって。じゃあその間に、ね、私たちあのアカネのね詳細をお話しますけどですね。4月の8日、はい、あれ題名決まった？あの一応決まって。餃子ナイト、餃子ナイト来ましたよ。餃子ナイト、餃子焼かん焼いて待ってないといけないやつですね。これ皆さんあの餃子持ち込み、もしくはあれどこで買ってく餃子、餃子してある、なんかうん、いやその日、あの来てくれた方にですね、あの私がおすすめする餃子の、スープ餃子の、あの配布をしようと。配布すんの？配布すんの？マジで？まだ詳細とかあれなんですけど。大丈夫？で今あの出演者の方が一応ですね、今だ現在で発表できるのが帯広から、今回帯広と釧路から呼んでます。あの身長のでかい黒い人でしょ？そうです、ね、帯広からですね、広川カンタ、キャンタで、うんと、もう一人がナホちゃん、ナホちゃん、はい、カタカナのナホって書いてある、ナホちゃんね、女の子と、あと釧路からですね、あの素晴らしきこの世界来ました。あとですね、最高、多分帯広でやるの初めてだと、赤い看板さんっていうアコースティック、これは釧路の方、釧路の方の赤い看板さん、3人組の方をお呼びしてます。あと私とあの普段相方組んでるジャージーズが店舗予定なので、皆さん入場者特典であのスープ餃子ありますので、よかったら。スープ餃子やばいね、マジ俺そんなライブやったことないよ。スープ餃子食べたいっすね。いやいいね、餃子企画ボリューム1ということで、これ定期的にやっていただけるということでいいのかな、はい、やったー、これ嬉しいよ、はい、で、はい、お願いします。あすみあみお工藤さん、あなたですね。あなたですね。ありがとうございます。ナウナウ餃子ですね。ありがとうございます。皆さんこれでね、ツイッターつながりましたね。はい、そうですよ、早坂さんのライブで、そう、早坂さんのやつで多分入ってる、見つけれるかな、早ピー、そうです、はい、いやー、ウケるね、マジね。こうやってやっぱりシンガーが来るんですね、うちの店にはですね、来ました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 。じゃあ行きましょうか。もうちょっと私の話しといてください。いいよ、もうちょっと私の話しようね。ああ、もうちょっと私の話しよう。あやしたら何がいいかね。まあそんなんでね、前職のね後輩なんですよ、まあ、全然あの場所は違えども、彼女は西の方で、僕はあの十勝プラザにいたんですけどね。いや、いいですね。あ、全然話しててくれ戻れますね、これはね。やっぱこう女子が来るとね、あの美話数が増えるっていうね、これ必然的なこう感じなんでしょうかね、これ10まで増えましたかね、これね。ちょろいな、いや、ほんとちょろましたね、ほんとね、ちょろいな、やばいね、かわいいね、これね。見てたらもうかわいいもんね。ちょっと引くと思ってなかった。大丈夫だって、あのうちのキャス結構適当だからね。そう、いきなり大橋が引き出したりとかね、結構あるよね。歌い始めます。大橋さんですか。そうそう、あの大橋さん、そうそう。あの大橋さん、そうそう。音とか聞こえるんですかね。あ、音全然聞こえるよ。だってこの距離で携帯で撮ってるから。すごい、私緊張してきた、めっちゃ。緊張します。私すごい上がり症なんですよ。うん、知ってる。あの普段緑のジャージと、ヘルメットかぶってやってるんですけど、それないときついんですよ。ちょっと待って、ヘルメットなかったっけ。モンスターズインクのヘルメットだよ。あ、車の中にあります。マジか。やばい、今日暑い感じになってきたね。そ
れがあれどっちかがあればもうあの無敵なんで。無敵なんだ。いや本当ね、いや聞いたことあります？ないでしょ。やばいんですって本当に。あのね、頭おかしいんじゃねえかっていうぐらいのねクオリティを見せるんですよ本当に。へえ、何この子ってなる。衝撃でした、ね、いや本当そうだよね。あの時大圭さん来てたんだよね。いましたよ。そうだよね、あの時いたんだよ。あの時初めて来たんだっけ。違う、初めてか2回目だよね確か。うん、あれは衝撃ですよね。いや文字通りぶっ飛びましたね。いやでしょ、やっぱぶっ飛ぶんですよ。脳内に残りましたもん。いや残る残る、ガチガチで残りますからね、はい、こっかテッドも持ってきた。これ相方です。あ、それ相方なの。相方今ちょっと後ろにいるので相方代わりにこれで見てるんですけど。やばいやばい、熱い熱い。相方傾いてるよ。相方ちょっと傾いてるけど大丈夫じゃない。大丈夫です。であの今日ちょっと右手負傷してて、あんまり思うように、うん、大丈夫大丈夫、あのもう楽しいからすでに、うん、大丈夫、全然大丈夫。それでね、結局自分で被るんだそれ。結局わやけんだけど、本当にいつもちょっと車に一人で乗りたくなくて、うん、いつもこれ乗っけて、これにこれ被せて、うん、いつも出かけてる。可愛いこと言ってるよ。でこれがちょっと相方にすごい似てるので、うん、勝手に親近感湧いて、あ普段赤いジャージの人とジャージーズっていうのを組んで活動しています。ジャージーズね、はい、いやいいわ、なかなか。で、うん、12日の13日、うん、ペペオトレです、うん、ペペソクト周年記念、うん、12日は私一人で出まして、うん、13日が相方とジャージーズとして出ますので。お2回出てくれるってことね。じゃあ12、13でね、よろしくお願いします。嬉しいですね、はい、相方隣にいるので。はい、ちょこっと話してマイク。じゃあこういう感じで撮った。こうか。はい。はい、行きます。はい。個室に引いていいんですか？いいよ。こんなシーンってなる。あ、大丈夫。全然シーンってしてないから大丈夫大丈夫。引っ張るね。わー。わー。来た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 、観客来たよ。いらっしゃいませ。みんな餃子の子の歌聞いて可愛いでしょ。あ、今から歌うんで。餃子の歌。いいよ、大丈夫大丈夫、続けていいよ。続けて。はい、じゃあごめんね。ベストタイミングですよ。いいよ。流れが読めないから。じゃあどういう意味だったの、この流れが読めないから。じゃあ餃子を好きな人と食べた時の歌を歌います。はい、タイトルが言えないって歌です。前歯ににらついてます。緑のついてます。
いにらついてます。前歯に ついてます。あれついてますって言わないで最後最後は言わないんだ。ありがとうございます。やばいね、初めての人たちにこうオーラを見せながらね。ブラボー、すごいわ。やっぱりこれ CD 欲しい。あるよ、あるよ、ね、はい、1枚500円で売ってますから。いやマジでマジで今日これと交換します。いや、それはそれであり。ブツブツ効果やばいっすね、ほんとね。これマジだよ。言えない言えない。じゃあそれをちょっとどっかに青子ちゃんに。はい、CD これですね、CD、はい、皆さん、あの言えない買ってあげてください、これね、はい、あのペペソカフェでも販売してますからね、これね、はい、ですこれ。いやー、いいですね、これね。これ、あの、実際に、
あのジャケット写真ですね、うん、彼ではないんですけど、これ友人なんですけど、これあの本当に前歯にニラついてるよって言ってたところで写真撮りました。いや、ウケる、マジで。実際にあのニラつけてもらってます。ウケる、はい、っていう感じです。これギャップやばいよね。これさ、あと2曲歌わない？あ、ちょっとあの諸事情でマーライオンは歌えない。え、清美の餃子だったら。なんで、なんでマーライオン歌えないのね。マーライオンちょっと、はあ、マーライオンは聞けないのね。マーライオンちょっと聞けない。分かった、じゃあ清美の餃子、お母さんのあれなんでしょうか。そうですね、あ、ちょっとマーライオンちょっと、ちょっと待ってくださいね。うん、諸事情によりってわやすぎ。手でお尻を拭く。次動けなかった。トイレペーパーセールが1本かかってるだけで、やばい。ピンチ。今も調理しかしなかったよ。後で買って。白の申告終わったの？ん？白の申告終わったの？もうちょっと。十分違うね。うん、知ってる。もうほぼ終わった。大丈夫？後でちょっと見て。あ、買ってきますか？マジっすか？買ってくれるんすか？あといくらでもいいので、あの。あ、いや、マジで。あの人、中学校の先生だからね。あの人、中学校の先生だから。でも行けなくてもいいよ。いけんじゃん。もうサビのとこもう完全に今頭に浮かんできたもん。歌詞がね。大丈夫ですか？大丈夫だよ。全然大丈夫だよ。続けておくんなさい。ちょっとみんなで後でちょっとマーライオンの練習しよう。後でみんなでマーライオンの練習しよう。いや、いいですね。こう。いきなり弾いてくれるっていうね。諸事情によりちょっとできないかもしれない。わかりませんけどね。なんかペンケースから出してきましたよ、これ。コードを書こうとしているね、あいつ。そう、ちょっとマーライオン複雑。え、全然複雑じゃないでしょ、あの曲。出てきたよーって。あ、これシュールだね、これね。
今日のあれだよ、ペペソラジオめっちゃシュールだよ。山坂が答えると思ってなくて、ちょっと右手も不調なんで。あんま無理しなくていい、無理しなくていい、無理しなくていい。100%、いやでも求められたら返さなきゃ。求められたら。いや最高だわ、ド M だね。いいシンガーになるよ。いやいいシンガーだこれ。わかる、求められたら。そうそう、返さなきゃいけない。いいね、そう、社畜の鏡だわ。入って一瞬間を作るな、任せてくださいって。さあ、彼女あと5分の中でどう繰り広げてくれるかだね。モンスターズインクの帽子かぶりながらさ弾いてんの、ワヤシュールだよね。自分の曲っすよ。自分の曲、自分の曲なのにコード間違えるって。嘘でしょ。CD に入ってるからね、しかもね、これね。今作ってるから、新曲マーライオン、ニューマーライオンだから。リミックスね。はい、今のタイミングで言うなよ。いいよ。何色でもいい。どれ、何色がある？赤、白、混ぜてロゼにして。分かった。当たり前だけど、赤と白混ぜてロゼになったらお前どうすんの。やべえ、みんなしてコンティニューコインをやばい、これ1時間半番組になりそうな気がする今日。大丈夫かな。あ、やばい、来た。餃子で満足してくれるんですかね。いや、餃子で満足してくれるよきっと。餃子おかわり。いいよ。お前かわいいな。すごい緊張してて。師匠あ、相方じゃないの。相方でもあり師匠なんですよ。師匠釧路からテレパシーを送ってくれてる。相方あの釧路にいるんですよね。師匠、相方でもあり師匠なんです。やったやるかな。ちょっとすごいプレッシャー。来た来た来た、コイン来たよ、コインで。やばい、これでコンティニューして1時間プラスだ、これ30分プラス来ました。今、うん、今どれくらい、あと尺ありますか。あと35分、32分。あ、普通にもうできます。あ、できるできる、全然 OK。え、キイチやってもらうのか。今やるよ。あー、来たー。このストレス社会に生き残る最高だね。いけそう。しくってもいいよ。わかりました。しくっても全然いいから。気づかないっす。そう、ちゃんとなるか、大丈夫か。よしよし、いつものちょっとこうちゃんじゃないから。これなんて言うんですか、ギター。え、わかんない、何も名前とかつけてないもん。そうなんですか。うん、名前つけてしょ。早坂さん下の名前なんですか。タクマ、タクピーで。
あ、じゃあそうするわ。タックン、タックンでも。分かった、じゃあそれタックンって、タックピーで名付けようじゃん。頑張ってタックンと呼びます。タックンと呼びますか。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 CD の2曲目に入ってます。そのニラついてる彼氏と過ごした、うん、お、まさか買ってき、先生買ってきた、ありがとうございます。まだまだセブンイレブン開いててよかった。あ、よかったです。いや、開いてますよ。いくらでした？ダメですよ、ダメですよ。195ペース。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。やったー、トイレットペーパー買ってきてもらったよ。やったー、これみんなお尻拭けるよ。これで誰もうんこになんなくて、そうだ、誰もうんこ出てこなくてよくなった、よかった。いいですか？いいよ、ごめん。いいよ。そうだね。はい、じゃあ行きます。はい、はい、好きな人と過ごした時の歌です。あ、同棲してた時の歌です。聞いてください。マーライオン星です。星、君は餃子
こかな。ありがとうございました。あかんね、最高だわ。これね、あれ、まだ持ってきてる CD 機を。いや、家に。家にお前、そういう時こそ持ってこなかった。そういう時こそよ。いや、今日歌う予定じゃなくて。あ、そっか。多分買ってくれるよ、今日の人たちみんな。多分ね、みんな買ってくれるよ。じゃあ、あとあれじゃない、清見の餃子じゃない、はい、それ歌えそうでしょ。あ、それは歌える。それは歌えるんだ。じゃあ、ちょっとトラック持って。もう痛くて、大計算のやつを、はい、これで、これであれします。マイクスタンドなんでこの人になってる。マイクスタンド、あ、これあの横から、横からそれが不思議でさ。一回切りますよ。よし。なんかいいんですかね。すごい申し訳ないです。歌えるかな。あ本当にもうガチじゃないですか。ガチです。ガチライブ、ガチライブ。あ、なんかお話ししててください。ああ、いいよ全然。見てくれてる方いるんですかね。結構いる、まだね、8人ぐらいいる。そう、結構いる。水教の方々どうもこんばんは。いや、マジで待って、ここでさ、2人ぐらい見てるよ、3人ぐらい見てる。ああ、結構見てる。まあいいんです。そんなの3ぐらいいるでしょ。みんな見てるね、結構ね。残り5人の水教の方々。やばいね。大丈夫かな、すぐ。じゃあ、私のCD の3曲目に入ってます。私の母の餃子の歌を歌います。餃子縛りなんかテーマだったの、それ。あ、だけど餃子の歌しか歌わない。そうなんです、私餃子の歌しか歌わないんですよね。なんで餃子の、まだ少ないんですけど、餃子の歌だけで。餃子の歌ばっか多かったら困るし。餃子っていうアーティストの餃子の歌だけで、まだ31曲しか持ってない。すげえな、30曲増えてる。増えてる、はい、最近頑張ったんですけど、結構でもまだちょっと、あんまりまだ世に出せる。俺の知ってる餃子の種類より多い。すごい、すごいよ。はい、じゃあ次、最後ですね、清見の餃子っていう歌を歌って終わります。イエイ。
やばい。やばいね。やばいでしょ。じゃあちょっとあれだね、聞いてみましょうよ。ちょっとこのマイク取ってもらっていいですか。はい、すいません。さあ、じゃあちょっとあのお話を聞いて、え、おかえり。じゃあ、あかねにちょっと聞いていきたいんですけども、餃子、なんで餃子なの？餃子はなんで好きだったの？なんで好きだったのって言い方おかしいけど、いつから好きなの？いや、物心ついてた時からも好きだったんですけど。あ、物心ついた時から餃子が好きなの？もう好きで、すごい好きになったのが14歳の時に、うん、何があったのよ。受験とかで、参考書会に本屋さん行ったんですよね。うん、だからその参考書の奥に、うん、私が好きな、うん、あの餃子評論家の大泉先生って何何何何何何さらっと言ったさらっと言ったけど何何餃子評論家の吉田泉先生って、うん、吉田泉先生ねいるんですけど、うん、その先生の本を見つけて、うん、そこからなんていうんですか、もっと餃子知りたいなって思いながら、よくわからん受験勉強完全逃避だよね、それやるね。その受験勉強の本を買いに行ったんだけど、餃子の本を買ってきちゃったんですね。そこから始まりで、いろいろ餃子の本とか、うん、グッズとか集めるようになって、うんうん、餃子のグッズ、今日携帯のあれだよね、携帯じゃない、そこのスラップもあるよね。今日はちょっとあの仕事なんであんまりあれなんですけど、仕事なんでこの、あのハンドメイドの餃子のキーホルダーとか、うん、これハンドメイドなの？はい、ハンドメイドで、すげえ。普段は、うん、なんか餃子のバッグとか、バッグも、うん、餃子のちっちゃいバッグあるよね、ポーチみたいなやつね。だから、あとそれのまだミニサイズとか、家には餃子のフィギュアとか、うん、餃子のフィギュアって何？フィギュア餃子のフィギュアってあるの？太陽動画、はい、1分の1餃子とか1分の1か、1分の1ねリアルスケールリアルスケールだね。はい、それとか、うん、それはあのもう自分の、うん、あの好みであの木な、黄緑、なんか黄緑じゃないの、焼き目とか色つけるの、うん、そんなことできるの？すごいね、それ見たい、それ見たい、それ今度持ってきて。あれだよ、次4月の8日、はい、うちでライブやってくれるから、その時に餃子パーティー、違う、餃子ナイト、餃子ナイトっていうね、ライブ名でうちでやるから、これで定期的にやるみたいなの。これね、餃子作ってたら1周年記念の時来るんじゃないの？1周年記念の時も来てくれる、はい、あ、そうだ、したら明後日、しあさってかも。はい、1周年記念の時は私と、あと、うん、連続で私と、あと相方と一緒に出ます。いや、24時間の間に2回も会えるって素晴らしいよね。まあちょこっとね、話しますけども、3月の12、13で、ペペソカフェ1周年記念を迎えます。でその時にですね、今言ってたようにアカネも出てもらいますし、隣にいる大圭さんも、ワイヤーアクセサリー、そして、これもやってくれるんですか？やります。ありがとうございます。なるべく出ます。なるべく出てくれるんですね。タロット占いもやってくれるってことですね。夜な夜なこちらでカラオケと生討論やってる間ちょこっとだけいてくれるってことですね。すごく楽しみにしております。24時間営業ですからね、夜の22時から翌日の、夜の22時まで、20時です、20時から20時まで、ね、24時間ですね、皆さんお越しいただければなと思います。はい、そうなんでね、その時にですね、もしかしたら餃子の CD 持ってき、大量持ってきてくれてるかなと思いますのでね、はい、言えないっていうこのあかねの CD ですね、はい、ぜひ皆さんお買い求めいただく、よろしくお願いします。しかもこれね、見ていただければ分かるんですけども、なんかラミネートしてるんですよ、これこれラミネートなんですよ、これ。あ、これラミネートじゃないやつだ。ラミネートのやつと、ラミネートじゃないのが、え、なに、これ、なんなんなの？ラミネートの人は何かあるとか？あ、運ですね。あ、運、あ、運なの？そういう運とかそういう話なのね。いいですね。いやー、いいねお前、いいわ、最高だわ、うん、まあ、そんな茜もね、歌ってどのくらいになるんですか？一人では餃子の歌歌い始めてからまだ6月なんで、1年経ってないです、ね。あ、1年経ってないのね、うん。なんか1年記念で何か歌ったりしない？それがあの餃子ナイトで、うん、素晴らしい、餃子ナイト。
え、これね、餃子ナイトって他のところでもやってんの？いや、やってないです。うちが初めてで、いや、嬉しいね、こうやってね、うちのカフェでやってもらえると、後輩がやってもらえるっていうのは嬉しいですね、やっぱりね。なんだかんだ言ってね、うちジョイフィットの後輩結構歌いに来てくれるんですよね。あの、花岡俊平もそうですし、うん、いろいろいますからね、皆さん、はい、よろしくお願いします。じゃあもう一度4月8日の報告してもらえますか、はい、じゃあですね、あ、今のとこ決まった、決まってるライブ、うん、いいよ、決ま、自分のライブでもいいよ。ですね、今のとこ決まっているのが今週の12、うん、13のペソペソカフェ1周年記念ライブで、うん、1日目の12日に私、はい、餃子単体で出ます、うん、で、2日目の13日が今いるあの相方とジャージーズで出ます、はい、で、次が3月27日にですね、うん、これはあの二重ジャージーズで、おどこでやるの？はい、2つありまして、まずあの夕方からですね、うん、ミュージックパブ HS 改装記念ライブにトップバッターとさせていただきます。その後にですね、7時から、うん、あのチャボさんの方でですね、うん、あの札幌から亀岡さんっていうシンガーさんを弾いて、あのライブですね、ジャージーズで出させていただきます。すごいね、はい、2つライブあるのね、3月27日、はい、そして、そして、うん、4月8日金曜日ですね、はい、ここペソカフェさんで私の企画、うん、餃子ナイトっていうのをやります。で 今発表できる決まっている方は、あの帯広から広川寛太くん、うん、あと女性弾き語りシンガーの奈穂ちゃんと、うん、あと釧路からですね、うん、あの2人組のアコースティックユニット、うん、と素晴らしきこの世界さんっていう方と、うん、あと3人組の赤い看板さんっていう、うん、ユニットと、あと私たちジャージーズを出させていただきます。で、入場者特典としてですね、餃子ナイトってことで、私のおすすめの水餃子を入れたスープ餃子を来場者の方に配布したいなと思います。配布ってすごいよね。何回も言うけど、配布ってすごいね。したいなって思います、うん、で、まだこれわかんないんですけど、もしかしたら、うん、私おすすめの焼き餃子とかも、うん、ありますので、よかったらあの餃子ね、食べに行っても歌って普通に食べれるのね、その日は来てください。これ2度美味しいね、これね、はい、食べて聞けてって。そうです、はい、で、はい、ぜひよろしくお願いします。しかもカンタ解禁一発目打ちっていうね。そう、呼ぼうと思ってたのね、カンタをね。で、カンタほら3月の19日まで歌わないって言ってたからね。そうですね、うん、それ以降お願いしようと思ったら、はい、お金ので出るのみたいな、はい、そう、お願いしたんですね。カンタ君5月末で歌うのやめてしまうので、そうだよね、うん、それで私一度対バンしてみたいなって。今までなかったの、対バン？ないんですよね。あ、そうなんだ。なんか大勢出るのでってあったんですけど、うんうんうん、なかなかこう、いや、何回かあったんですけど、うんうんうん、自分の企画にはちょっと出てほしいとずっと思ってて。いいね、これからどんどんこう企画をね、皆さんにやっていただきたい、このペペソカフェでございます。今日もですね、大圭さんによる、タロット占い、そして、名前何でやればいいんだっけ？アスミでいいんですよ。アスミでいいの？うん。アスミさんで、なんだっけ？ハンドマッサージ。ハンドマッサージ15分間500円。うん。で、明日はネイル？ネイルケア？明日はネイルケアをやります。これすごいですよ。火曜日と木曜日。2つ出てくれる方が2人もいらっしゃるってね、これすごいですよ。2日うちでずっといてくれるんだよ。すごくない？下手したら俺よりいるからね。いや、マジで本当によくありえる話ね。先週なんか俺ぶっ倒れたからさ、その時ずっと大圭さんとね、あの辰巳さんといてくれてさ、本当こうお客さんに助けられてる素晴らしいカフェだなと思いますね、うんうん、お、草餅来た。今日2回目だよね。そう、今日3回目だよ。あ、3回目なの？え、3回目なの？朝来てるもん。あ、朝来てさっき来て今来たの、うん、そう、3回来たの、うん、もう彼鍵持ってますからね、うちのね。いや、すごいね、本当に。そう、お客さんなのにね。なんかこれ私だけ映ってるんですけど大丈夫ですか？大丈夫。私を映すとね、結構ね。今日はあれだよ、合計40人も見てくれてるからね。
っぱ茜これいいね。モックいないときにちょっと茜呼ぼうぜ今度。モックいないときは茜って感じ。ちょっとぜひお願い。両方呼んだらいいんじゃないですか。あ、両方呼んだらやばいよね多分。デュエットマーライオン聞きたい。あ、ちょっとね。いやモックにちょっと練習してるっすかもこの間。マーライオン。マーライオン。月がビューティフォー。そう、月がビューティフォーとマーライオン。月がビューティフォー。やばい、ビシュビシュ餃子聞けるんでしょ。やばいね。ビシュビシュ餃子聞きたい俺。ビシュビシュ餃子ね。あ、新しいね。モックに餃子の歌作ってもらえばいいんじゃない。ありだね。ありだね。ちょっと今度あのしっとりモックに餃子の歌作ってもらうとしたら、あかねに向けて佐藤餃子。あ、佐藤餃子ね。ぜひぜひお願いいたします。はい、まあ、こんなね、あかねちゃんですけどね、本当に俺こんな感じじゃないと思ってたからびっくりしたのね。もともとそれこそ前の職場にいたと結構ハキハキしててすごいなこの子と思ってたんだけど、意外とこうモジモジする感じなんだなっていうね。ちょっとびっくりしたんだよね。そうなの、本当はそうなの。いや、なんかあの、うん、歌うとそうなっちゃうの。ハキハキしてるんじゃなくて声がでかいだけなんですよ。でよく言われて、であの前の職場の時に、うん、なんかすごいあの女性の方が、うん、いやーってなんか子供教室やってて、昼間子供がこんにちはとか言って帰ってくるんですけど、うん、ですごいもう昼ぐらいに行き合わせてきて、うん、今こんにちはって言ったら誰みたいな、私ですって言ったら、いや子供来たかと思ったわって言われて、そんな私あれですかみたいな。いやすごいスポーツクラブだねそれね。声がでかいだけなんで、だから普段はこんな乗ったりしてる感じ。いいね。はい。よく、はい。ちょっとね、彼女のね、ライブ中の MC もまた面白いんですよ。あの、なんて言うんだろうな、紙芝居風にね、自分のことを紹介してくれるんですよ。多分ね、見た方はね、大慶さんとか多分見てるから分かると思いますけどね、かなり面白いですから。潰れた。いや、本当に。大慶さんが潰れた。いや、本当だから、3月の、その、うちの周、そう、周年のライブと、ジャジーズの時はないんだっけ。ジャジーズの時も今もうあるの。じゃあ今月2回、来月1回来るから。ぜひ見に来てくださいね、これ。よろしくお願い。今もはい、相方と頑張りますので、うん。しかもさ、今日ちょっと聞いてたらさ、CD の音源より今の方がうまいよね。そうなんですよ。いや、マジで。CD、なんか着々と歌ってるので。うん、着々と歌ってるんで。去年よりもやっぱりこう、なんかありがたいことに知っていただいて、うん、いろんなところに呼ばれたりとかがすごく多くて、うん、それであの結構歌う機会が増えまして、うん、歌も上手くなったねと菅野先生から、あの私の菅野先生ね、はい、先生から言われまして、うん、はい、あとあの結構相方にも助けてもらったりしてるので、うん、はい、それで多分自分では意識ないんですけど、いや、いいね、はい。そうでもないんですけど、いや皆さんぜひね CD 車の中で聞いてください、はい、絶対事故りますから。マジで絶対事故りますから。僕一回事故りかけましたからこの CD から。嫁に何これって言われたからね。娘に言われた。言われたじゃん、娘に言われたって。何これって言われる人だって。大学生してた。いや、そうでしょ。餃子でできてるっつってた。うん、いや本当餃子でできてる。ほんとね、そんなすごい彼女ですので、ね、CD も、はい、言えない500円で販売してますからね。言えない500円で販売してます。多分ね、近々また補充しに来てくれると思うので、ね、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ、はい、500円でこのね、笑い、心から笑えるっていうか、もう腹から笑えるっていうかね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、まああと4分ですね、はい、4分ということですね。1時間30分結局語ってしまいましたけど、もう口の中カピカピですからね今日ね。わあ、いいことですね。いや、よくねえよ全然。誰よ、コイン補充したのマジで。ありがたいこと。いや、嬉しいね。でもね、あかね今日いい宣伝できてよかったんじゃない。餃子でよければいつでも、うん、いや、ほんとね、結構ね、うちのラジオ聞いてくれてんだよみんな。はい、うん、だから ね、ちょっといろんなライブの支えも待ってますので、うん、はい、あのね、あの体張った仕事以外だったら何でもできますので。結構体張ってるよね。よろしくお願いします。そうですね、4月8日すごいこれお得ですからね。なんかいろいろと食べれるっていうのがまたね。またこう餃子ナイトなんて、餃子ニスト、あ、はい、日本餃子協会の餃子検定で受かりまして、
日本餃子協会に。え、それ受かるとか受かんないの話なんですか。あります、あります認定の餃子ニスト。認定の餃子ニストって、はい、先生聞いたことあります？餃子ニストないですよね。中学校の先生ね、この間ピンクシャツ展にね、でご参加していて、千葉先生来ていらっしゃるんですけど、もう終始ずっと笑ってましたからね、今日ね。あ、こんな子いるんだみたいな。もう完全に次回ピンクシャツで呼ばれるよ。結構やっぱ餃子の歌だったらダメだからね。あ、本当ですか。結構いろんな方にですね、なんでその、まあ、私も自分に容姿は自信ないんですけど、なんでその容姿でその格好でその歌なんだって言われて、うん、先生そういう方向性なんですっていう話。仕組まれたこうあれなんだっていうことですね。はい、方向性なんです。いやー、いいですね。はい、ありがとうございました。まあ、そんな感じでですね、今日も、楽しく楽しく1時間30分語り倒しましたけどですね、まだまだペペソカフェは続きますんで、今10時もうちょっとになりますけどね、あと2時間程度、こちらの方でやっております。まあ、大体ね、この後いつもの流れで言うとカラオケ大会みたいになるんですけども、まあ今日はどうなるかわからないですけどもね、皆さん、今日は面白い人たちがいっぱい来てくださって、ね、ありがとうございました。はい、ぜひぜひ。相方も喜んでます。テッドさんね、はい、あ、中尾です。あ、中尾くんね、はい、中尾くんね、それ、はい、中尾くんは本番来るのね。中尾さんは、はい、本番変身してちゃんと変身して来てくれるのね、はい、よかったよかった、はい。まあ、そんなこんなんでですね、来週また、3月の今日何日でしたっけ、19か、次16ですね、1周年終わった、次の水曜日また8時15分からですね、皆さんからまたコインをいただくことによって60分に拡大するという形でね、やらせていただく、はい、ペペソカフェの、ペペソラジオでございます。次回は9回目、その次10回目ですので、10回目になんかまたやりたいなと思ってますからね、また、この時間帯だったらこういう風に参加できますので、はい、またあかねも参加してみてください。ありがとうございます。それでは皆さん、さようなら。ありがとうございます。